デーブ・アナブルは、米国の男性俳優、サファーン出身。ニューヨーク州北部のサファーンで生まれ、幼少の頃は、野球やラグビー、ホッケーをして過ごしていた。学生が運営するプラッツバーグステートテレビジョンに、関わっていた。2003年に、NBC の、サードウォッチ及びザ・ WB の、アザ・ー・ピープルズ・ビジネスにゲスト出演した後に、2005年に、フォックスにて放送された。 リユニオンにレギュラー出演を果たす。2006年から2011年にかけてアメリカの ABC で放送中のブラザーズシスターズにジャスティン・ウォーカーとして出演。2012年から666パークアベニュー、NY の悪夢、2014年からレッドバンドソサエティー、2016年からハービーにレギュラー出演したが、いずれもシーズン1で終了している。 2007年のピープルの最もセクシーな男性で7位にランクされた。ありがとうございます。